gon' shine, homie, till my heart stop. Remix to ignition. やるなやつらっていただけ Life becomes so numb. There is a love2000年初期50セントが一気に曲の売り方の概念ヒップホップにおけるマーケティング方法を根本的に覆していきます。今までラッパーはデモテープをレーベルに持ってって自分を売り込んだり有名な DJ たちのミックステープに入れてもらってプロモーションしてもらったりとラッパーたちは頼むこの曲宣伝してほしいわといったように自分たちに主導権が少ないマーケティングの仕方でどちらかというと受け身の状態でした。しかし50セントはすでに出回ってるミックステープやヒット曲から音声だけを抜いて新しく自分のラップにすり替えたミックステープを作りまくってただで店の店頭に並べまくりました。俗で言う海賊版みたいなものです。その結果あれオリジナルよりいいぞなんならその辺のアルバムよりいいぞって評価をされるようになってだんだんストリートで話題になってきます。ミックステープっていう海賊版じゃなくて50セントがガチで作ったアルバムを聴きたいという期待値がめちゃくちゃ高まりました。いわゆるハイプや今で言うバズるといった状態に近いです。そしてそんな50セントのミックステープが巡り巡ってエミネムの手に渡ってこいつやばいってなってそのままエミネムのレーベルと契約すぐにそれがドレイにも伝わってドレイのレーベルとも契約を獲得します。その結果50セントはエミネムとドレイといったスーパースターたちからのお墨付きとミックステープで高めた期待値もあったことでデビューアルバム Get Rich Die Tryin' はもう瞬間的に爆発的に売れて語り継がれる伝説のアルバムとなりました。従来のラッパーたちはいかに自分の曲を売るかということに試行錯誤していたので無料で曲を聴かせるというには少し抵抗があったのですが50セントはまず事前に曲をタダで聴かせまくることで話題性と期待性を高めて最終的にアルバムのセールスを伸ばすということに成功したことでここからミックステープを自分をバズらせるためのプロモーションとして使う考え方が出てきてリルウェインやグチメイもこれを参考にして無料で曲を出しまくりました。この50セントの海賊版ミックステープは今で言う、サウンドクラウドみたいな使われ方に近くてこういう新しい流れもあってだんだんと音楽の消費スピードが速くなっていきました。50セントはさらに株に手を出したりスポーツドリンクの広告塔になったり自分で脚本も務めたテレビ番組やハリウッド映画テレビ CM にスポーツブランドとの契約などこういった50セントの多岐にわたる活躍でラッパーを避けがちだった業界もどんどん他のラッパーたちに歩み寄っていくようになりました。50セントは露骨にギャングスラッパーでありながらもポップカルチャーにうまく溶け込んだことで結果的にヒップホップをビジネスの面だけでなく新世代のギャングスラッパーとしてもシーン全体を活気づけました。そして50セントのデビュー翌年ついにあのお騒がせ男がラッパーとして新しい伝説を作っていきます。カニエ・ウェストがプロデューサーから一転今度はラッパーとして降臨します。カニエはプロデューサーとして有名になったものの俺はラップできるぜとずっと周囲にアピールしてきました。そしてじゃあ思い知らせてやるよってことでデビューアルバム The College Dropout をリリース。このクマちゃんのジャケシャやオリジナルなファッションスタイルはこれまでのエミネムや50セントが築いたゴリゴリのラッパー像とは完全に逆行しててさらにこのアルバムに収録された Jesus Box でカニエは黒人たちやアメリカが直面している社会問題は神様が救ってくださるとラップ、これが大きな物議を醸しました。というのもラッパーたちの言葉遣いの汚さから神聖な神様の名前をラップの曲で出すのはある種のタブーとされてきました。その風潮もあってジーザスという言葉についてはアメリカのラジオ局も敏感で単純に神様への祈りを表すような曲は流したとしてもジーザスという言葉が入る直接的な曲は避けられていたのでそういった曲は複雑な宗教問題もあってプロモーションがほとんどされませんでした。しかしカニエはこのジーザスウォークスという曲でがっつりジーザスの名前を使ったことで今までの固定概念に勝負を仕掛けました。この挑戦の結果カニエは神聖なジーザスの名前を最終的なラップに組み込むことに成功。後にケンドリック・ラマーやチャンサ・ラッパーの表現に大きく影響を与えたのに加えてカニエはラッパーでありながらゴスペルミュージシャンとしても表彰されて隔たりがあったラップもこれをきっかけにゴスペルのチャートに入れてもらえるようになりました。そしてさらにスキニージーンズやスラッとした洋服を着ていたカニエやファレル・ウィリアムスはダボダボがかっこいいとされていたストリートファッションにスラッとした着こなしやスキニージーンズを持ち込んでやがてタイラー率いるオッドフューチャーやキッド・カーディ、ドレイク、エイサップ・ロッキー、トラビス・スコットなども続いてスキニーを履いていったことでストリート
ファッションにおけるかっこいいの定義が変わっていきました。ファレルはすでに自分のアパレルでファッションデザイナーをやっていたことや、カニエがプロデューサーからラッパーになったことから、ラッパーはずっとラッパーを貫くべきという古い固定概念を打ち壊して、ラッパーでも自由に何でもやりたいことをやっていいという新しい概念を打ち立てました。リルウェインもこの辺から髪を派手に染めたり奇抜なファッションをするようになって、最終的にヤングサグやリルージのスタイルにも大きな影響を及ぼしました。そしてこの頃、スリーシックスマフィアが世間にお披露目したクランクはリルジョンの大ヒットによってメインストリームに食い込み、その後アッシャーとのコラボによって世界規模の認知度を獲得します。時を同じくしてアトランタでは T.I. がアルバムトラップミュージックでトラップは音楽だということを前面にアピールしたことをきっかけに、アトランタのスラングだったトラップという言葉が世間に認知されて、トラップがヒップホップのジャンルを示す言葉として使われ始めます。トラップというのはもともとアトランタやメンフィスのストリートに暮らす危険なドラッグディーラーの生活や彼らが生活しているエリアなどのことをひっくるめてトラップと呼んでいて、ドラッグディーラーのことをトラッパー、ドラッグを売る特定の家などをトラップハウスと呼んでいました。いわゆるトラップのサウンドは36マフィアのクランクをベースに開発されたとされていますが、アトランタから生まれたこのトラップと普通のラップを一番の違いはそのリリックの内容で、特にドラッグディーラーの薬にまみれた日常を歌う曲のことをトラップと呼びました。トラップというのはちょっと言い換えるとアトランタバージョンのギャングストラップみたいな感じでした。そして TA が世間に広めたトラップを現在までつなげたのがヤングジーズィとグッチメインの活躍で、ジーズィは TA のトラップミュージックと同じ年にリリースしたトラップオアダイがジーズィの人気に火をつけて、デフジャム、インタースコープ、ワーナーミュージックと大手レーベルに一気に声をかけられるんですが、最終的に当時 JG が社長を務めていたデフジャムレコーズと契約します。そしてそこからリリースしたデビューアルバムは TI のようなトラップのサウンドにトラップやホーンといった新しい音を追加してアドリブも強調しまくったアトランタのストリートカルチャーを派手に表現したようなトラップアルバムを作り上げました。JG も参加して TI のアルバムの約2倍のセールスを記録したこのアルバムはトラップを神格化した最高の作品と呼ばれて、ヤングジージーは派手なトラップのスーパースターとして君臨しました。このようにジージーがトラップをゴージャスに売り出してスーパースターとなった一方で、グチメンはソーアイシーをヒットさせてからというもの、 TI やヤングジージーを巻き返すような勢いで毎年完全にオリジナルのミックステープをもう現在までに約100本近くをリリース。こういったハードワークだったり、ジージーや TI たちとは違ったプロデューサーのゼイトーベンによるしっとりしたトラップビートやリリック、その人情によってストリートで確実な信頼を獲得していって、後にフューチャー、ヤングサグ、ミゴスなどといった次世代のアトランタのトラップラッパーたちを輩出していく重要な役割を担うことになります。このように TI、ヤングジージー、グチメインとそれを陰で支えていたプロデューサーたちが一緒になってトラップを前面に押し出して大ヒットしたことで、2003年から2005年を境にトラップが徐々にメインストリームへと食い込み始めます。そして2005年のこの頃になると YouTube やミックステープ配信サービスのダットピフも誕生。そしてこの年末にオートチューンを使ったシンガーシェールに影響を受けた T-Painがフルでオートチューンを使って歌うようなラップスタイルを披露したアルバムラッパタラントサガをリリースします。そしてカニエが当時はまだ珍しかったこのオートチューンや歌うようなラップスタイルにいち早く飛びついて、 T-Pain が丸2年かけて研究したオートチューンの使い方を教わります。I hate the way they portray us in the mediaIf you see a black family, it says they're looting. See a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people are black. And even for me to complain about, I would be a hypocrite because I've tried to turn away from the teacher TV because it's too hard to watch. I've even been shopping before even giving a donation. So now I'm calling my business manager right now to see what is the biggest amount I can give. And just to imagine if I was down there, and those are my people down there. So anybody out there that wants to do anything that we can help with the setup, the way America is set up to help the poor, the black people, the less well off as slow as possible. George Bush doesn't care about black people. iPhone. Easy, man. What if I go? But do you stay up? Flash. Choose it, love or never without a rubber. Junior, rest in peace. If I lay here, said I'm so sick of love songs. Tiger, sign on me, come back. Oh, any talk to what, mother, king on
ようで。YouTube や DatPiff などといった無料のネットサービスが始まると、いよいよ音楽やそのマーケティング方法も本格的にストリートからネットへ移行していくようになります。実はそれを決定づけた事件が2つあって、まず1つ目はギャングスタグリズというミックステープのインフルエンサー的な存在で、 TI、ヤングジージー、グチメインのブレイクを後押ししたプロモーターの DJ ドラマが、他人の曲を勝手に使うという意味でずっとグレーゾーンだったミックステープが著作権違反という理由で大手レーベルから訴えられて逮捕されたのと、それに伴って著作権に関する規制がめちゃくちゃ厳しくなったこともあって、露店で販売されていたミックステープがどんどん警察によって押収されていきました。こういう規制がかかってラッパーたちが自分の曲を宣伝する場所を失った結果、今度は代わりにネット上に曲をアップするようになったわけです。とこれがまず1つ目。そして2つ目はアトランタのラッパーソルジャーボーイがネットでバズを起こして曲を売るという、今では当たり前になったネットマーケティング方法を始めて、それが大成功したことです。当時まだ高校生ぐらいで無名だったソルジャーボーイは、当時一番人気だった曲の名前をネットにアップしたクランクザットという自分の曲につけて、いわゆるタイトル詐欺みたいな感じでクリックさせてダウンロード数を稼いできました。そしてその曲にちゃんとハマってもらうために、最初の1秒から超キャッチーにしたのに加えて、曲の冒頭で自分の名前も紹介、こうすることでソルジャーボーイって誰やねんって調べさせて他の曲も聴かせるわけです。しかもこの曲の振り付け動画も事前に公開していたことで、これを正式に CD としてリリースする前にネットでバズらせることに成功しました。すると最終的にこの癖になるリズムと振り付けが、当時の学生だったらもう全員踊れるって言っても過言じゃないほどの社会現象になって、ほぼ無名の状態から正式にリリースしたクランクザットはビルボードで見事初登場1位を記録。ソルジャーボーイのこのネットで事前にファンを作っておいて確実なヒットを保証するという状態を作り出したこのやり方は、レーベルにとっても成立が保証されているという安心感から、今度はレーベルがネットから新人を発掘するという動きが生まれます。このように逆にレーベル側に食いつかせるというアーティストが軸となるマーケティング方法が誕生したわけです。こうしてミックステープの頂点にいた DJ ドラマが逮捕されたり、ソルジャーボーイの成功によって時代はだんだんインターネットベースになっていきました。そして同じ頃、オールドスクールの魂を受け継ぐ次世代のギャングスタラッパーとして圧倒的な人気だったフィフティセントと、革新的なことをやろうとしていた新世代代表のカニエ・ウェスト、この相反するヒップホップスタイルを代表する2人でトップ争いのムードが漂っていたのですが、2人が同じ日にリリースしたお互いの3作目となるアルバムで決着がつくことになります。カニエがエレクトロとヒップホップを融合させた斬新なアルバムグラジュエーションは、若者を中心に爆発的な人気を誇り、最初の1週間で96万枚のセールスを記録。一方フィフティセントのギャングスターアルバムカーティスは69万枚と、最終的にカニエが勝利したことをきっかけに、この日からギャングスターラップが終わったとも言われていて、同時にこの瞬間から新しいヒップホップを提案していったカニエを筆頭に、どんどんヒップホップが多様化していくターニングポイントとなりました。そしてここから今まで以上にヒップホップはいろんなジャンルの音楽を取り込むようになって、より多くの人が聴きやすいようにヒップホップはどんどん進化していきました。まさにオールドスクールからの卒業だったわけです。Your new album Graduation is released on the 11th of September、mm-hmm. and、interestingly enough、it's the same release date as 50 Cent's new album. So are you, is this going to be a hip-hop war? What's going to happen with this thing? I just think it's something really great for hip-hop. It gives reason, it gives the fans a reason to want to buy the music instead of downloading it. And I mean, 50 Cent, he's a pretty intimidating guy. So I'm not really trying to go to war with 50 Cent. I just want to put out my album if it's okay. You know? マイク握りたくて夜な夜ながむしゃらにぶらさ確かき分けてあれは1990やたらとフォンキーだけれどもただのパンプイなんだこの変なジャンプ